単純にできてるんだな。朝飯だ。朝飯を作ろう。そこでそのお医者さん、なんて言ったと思う？藤村さんは稀に見る健康体ですから。私だって病人だって言うの。お味噌汁おかわり。玉ねぎ抜いてね。はいよ。で、それから倒れた生徒はいろんな病院に運ばれたって言うけど、みんなすぐに気がついたのか？そうね、個人差はあるけど昨日中には回復したはずよ。4回。1年生の子たちはただ眠ってたのと大差なくて、2年生の子たちは記憶が飛んでる子もいたみたい。3年生の子はその2階の教室にいた子より大事はなかったけど。ごめん、この話はもうやめる。ともかく学校、けど3年生はもうじき自主登校だし、体調が悪い子は休んでいいことになってる。3年の子たちほとんどが休むんじゃないかな。なあ藤根、うちの学校でさ、流動寺の関係者って誰かな？一星君じゃないの？彼お寺の跡取りでしょ？だよな。はい、何でもないから忘れてくれ。じゃあ行ってくる。留守番よろしくな、セイバー。シローも気をつけて。あの校舎から結界がなくなったとしても、キャスターのマスターがいる以上は油断できません。わかってる。キャスターのマスターを見つけたら、まずここに帰ってきて。はい、期待に添えるよう私も魔力を回復させておきましょう。よ、おはよう、父さん。今日は遅いん。つまり、一星が怪しいと思うのよ。怪しいって何がさ？キャスターのマスター。竜道寺に巣を張ってるキャスターと、竜道寺から学校に通ってる一星。ないって、そんなの偶然の一致かもしんないだろ。そんなわけないじゃない。いい？ここ数週間、竜道寺の山門はずっと閉じられているのよ。部外者は入れないし、寺から外に出てきたのは一星ぐらいのもんなんだから。これで怪しくなかったら真犯人は誰でもいいってレベルでしょ。あのさ、外に出ないって言うけど、普通お坊さんは頻繁に寺から出…バカ、あんたいつの時代の人間よ。檀家周りあっての僧門でしょ。山寺に引きこもってお賽銭だけで食っていけるんだったら明日にでも出家するわよ。ええ。
何よその目。何？エミヤ君は一星をかばうっては。うん、いいわよ私は。あなたが現実的な推測を無視する。父さん、ちょっとこっち来い。何よ、逃げる気？逃げない、いいからこっち。ちょっとエミヤ君。遠坂の言いたいことぐらい俺だって分かってる。分かってるからそんな顔するな。拗ねてなんかない。あなたこそごまかさないで。キャスターの本拠地は竜道寺で、一星は竜道寺から学校に来ているのよ。何よ、反論があるっていうの？よし、どうしても一星が怪しいって言うんだな、遠坂は。そうよ、エミヤ君にはわからないかもしれないけど、今のリュウキャスターが根城にしているってこともあるんだけど、それにしたって揺らぎが集まりやすすぎる。それって町からそれは関係ないことだから気にしないで。ともかくそんなところから涼しい顔でやってきてる時点であいつは怪しいの。ええ、前からあいつには一発蹴り入れてやんなきゃなんないって思ってたし。そうだな、一星の立場が疑わしいってのには俺も当然よ。これ以上かばったりしたらそれこそ同罪なんだから。なあ、だから一星のことは俺に任せてくれ。信じろ、一星が友人だからって手加減はしないし、遠坂にも嘘はつかない。大体そんな心配はいらないんだ。分かったわよ、一星の父さが。けどどうやって見極めるのよ。エミヤ君、マスターの見分け方を覚えたの？え、あ、え、まさかいつもの調子で、おい一星、お前マスターかなんて問いた。いくら協力関係でもね、そんなたわけたことをやろうって言うんならここであなたとの。また大丈夫、聞かなくてもマスターかどうか分かる手段はある。一星の件は今日中に白黒つけるから、遠坂はおとなしくしていてくれ。そうね、協力関係ってこういうことだし。信頼してるわ。けど、あんまりバカなことはしないでよ。もし一星がそうだった。あれ、今の。邪魔するぞ。おう、今日はここで昼食か、エミヤ。どうだ調子は。昨日の事件どんな塩梅になっ。それが説明されずじまいだ。1階の空き教室に置かれていた薬品がどうしたとか、そんな当たり障りのない話だよ。しかしお前も運がいいな。
昼休みから珍しくサブリかと思えば難を逃れたという。うん、普段の。どうしたエミア、何かひらめきはしないが思い出した。のんきに、うん、不穏な空気。言っておくが金の無心はするな。ねだられてもないものはない。一斉、何も聞かずに上着を脱げ。なんでそう？だから制服を脱げ。上着だけじゃなくてシャツもだ。裸じゃないと意味がない。何を言い出すかと思えば正気かきさ。そう、せっぱせっぱ。いいから脱げ。なあ、やめるか、タケ。よかった。いや、ほんとよかった。何が良いものか、貴様。ん、なあ、そうか、悪かった。伊勢、事情は話せないんだが。悪いことをしたと思うのなら謝罪の一つもするというもの。なあ一斉、最近寺の方で変わったことはないか。ん、変わったことと。わからない。ただ今までとは違うこととかない？そうだな、最近の話なら見慣れない女が一人いるぐらいか。だがそれだけだ。親父も。伊勢、その見慣れない女ってどん、外国から来たとか、いつもターバンみたいな布で顔を隠しているとか。なんだそれは。そのような怪しい女ならばすぐさま放り出している。どんな思惑で知りたがるのかは聞かないが、兄貴などは毒婦だなんだと喜んでおるが、俺は不思議と気に入っていてな。一度しか話したことはないのだが、悪ぶっているように見えるが根は善人だ。ありゃ、聞いてみるもんだな。一世が女の人を褒めるなんて。バカを言うなったわけ。俺が感心したのは、あの女が自分でも気づいていない部分の話だ。大体だな、兄と仰ぐ総一郎の相手に。どうした伊勢。いや、体。獲物がかかった。私を追求する者に遭遇した場合のみ、この人間に植え付けた命令が作動する。この人形も。イエーイ！やー！
1秒怪我一生。誰アースあまりにうんさアースでさイリアちゃん。うんキャスあいつ悪他人別キャスん何かえ私あ思い出チキシャとでさもううんいいはいさのーはんイリアああ、そういえばエミア、シンジの妹、今日はいなかったな。え、サクラ、今日学校休んでるのか。シンジも休んでいただろう。二人とも無断欠席。うちで何かあったのではないかと職員室で問題になっている。お、昼休みも終わりだな。戦いが始まって6日。ここに足を運んだのは君が初め。では戦いを放棄するのか少年。当たり前だ。僕に死ねって言うのか。いいか、サーバントがいないんじゃ殺しようがないし、マスターなんてやってられない。僕は普通の人間なんだ。いわば何だよ。なん意見などない。君は今回一人目の放棄者であり、我が教会始まって以来の使用者だ。管理者として。なんだよ。リタイアしたのは僕だけだっていうのか。ああ！それもこれもお前たちのせいだぞ。ライダーなんてカスを捕まえ。では、ライダーは役に立た。そうだよ。たく、あいつ。この僕があんなに手を貸してやったのに、あっけなく死にやがった。あれなら他の。ああ、それでも僕はうまくやった。ち
ゃんとじいさんの言いつけ通りやって準備は万全だっていうのに、あいつら揃って邪魔をしやがって。に、そうだ、負けたのは単にサーヴァントの質の差なんだ。それをあいつら偉そう。くそつまり君にはまだ戦う覚悟はあるということだ。え？君は運がいい。ちょうど一人手の空いているサーヴァントがいてね。だよな、遠坂が一斉に。お、遠坂さんならと。あの野郎、あんなにやる気満々。もしもし、エミヤだけど、今時間いいか？はあ？何ふざけてんのよ。あ、って、あれ？あのな、お前にいたずら電話かけるほど。ああ、ああ、そういうんじゃなくて、ごめん。何かって一斉のことだよ。朝約束しただろ？今日中にはっきりさせるって。結論から言うと、調べるなんて。けど、とにかくご苦労様。マスター探しの方針はまた明日考えるとして、余計は。遠坂、さっき驚いてたみたいだけど、そっちで何かあったの？別に。あなたの声、電話だと少し違って聞こえたから。セーバーちゃん、もしかしてあっちじゃ有名な達人さんなの？セーバーちゃんが教え出してからこっち、シローったら別人みたいなんだけど。それは私も驚いています。ですが、シローの死は別にいるようですから。師匠が二人？ありゃ、二股かけてるってことかな。本人に自覚はないようですが。ですが、まあ結果がいいので、も確かにシローは自分に合った戦法を身につけた方がいい。体はとうに出来上がっているのですから。あと、あ、セーバーちゃんわかってるじゃない。そうそう、シローはずっと鍛えてきたんだから、体はしっかりしてるのよ。体を鍛える、確かにあのような道場があったのなら鍛錬にも身が入りましょう。加えて、あの道場で剣道をするのは久しぶりだよ。セーバーちゃんが来るまで、あそこは剣道場じゃ。剣道場ではなかった。シローは道場で竹刀を持たなかったのですか？え、まあそうだけど。そうよ、シロー暇さえあれば桐次さんと試合してたのに、
切り継ぐさんが亡く。ああ、どうしてかな。あの頃は剣道少年だったのに、今じゃプー太郎だよ。そりゃ、お世辞にも剣の才能はなかったけど。やっぱりそうきたか。うちね、昔の話なんてやめろよな。ほう、四郎の幼年期の話ですか。何？聞きたい聞きたい。はい、興味があります。よし、ならお姉ちゃん話。それでね、今はこんなにひねくれちゃったけど、子供の頃は可愛かったのよ。人のことを疑わなかったし、お願いすれば何でも二つ返事で引き受け。うんうん。でも妙に頑固なところがあってね、一度決めたことはなかなか変えなかったりしたっけ。そのあたり桐次さんとは正反対だったかな。桐次は素人は正反対だったのですか。そうだよ、桐次さんは何でもオッケーって人だったから。いいことも悪いことも人それぞれ、人生なるようになるさって人だったな。そのくせ困ってる人を見たら何とかしちゃうのよね。シロウもそんな桐次さんの真似ばっかりしてた。シロウは桐次さんよりはっきりしてたから、悪いことはダメだって町のいじめっ子をバンバン叩いてたっけ。うん、その時からシロウは、なぜシロウは正義の味方なのですか。いや、なぜって聞かれても困る。憧れている、その、うん、まあそうだけど。それはどうして。どうしてって、シロ。いや、悪い。先に戻る。正義の味方である理由。
そんなものはこの世のどこにも。うるさい。やってみなくちゃわからないだろう。